ベルベル人の藤原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お問い合わせの方はベルベル人ウェブストアの方にお願いします。これから紹介する商品は8月の9日21時夜ですね、21時にアップされる商品になります。よろしくお願いします。詳しくは下の概要欄の方に貼っておりますので、そちらの方チェックしてみてください。それでは、はい、ダメージ系の T シャツです。チャンピオントリコのエクストララージ、はい、まあ首ダメージとかね、このナンバリングのところちょっと穴開いたりします、してます。まあ、中にね1枚 T シャツかましてもらえれば、はい、秋口とかいいんじゃないでしょうか。結構ね、これダメージ系の T シャツとかもね、あのそれこそ加工で作れるわけじゃないので、この雰囲気とか、はい、ちゃんと選んで買ってきてます。エクストララージ、ちょっとね女の子はダボっと着ても可愛いと思います。はい、こちら7800円に消費税ですね。はい、続いてもフットボールですね。こちらアーテックスの XL、はい、グリーンベースでナンバリング黄色ですね。88、後ろも88です。はい、エクストララージですが、丈がねそんなに長くないので、はい、このバランスでちょっとゆったりめで着れると思います。状態いいですね。はい、こちら6800円に消費税ですね。はい、続いてスポーツウェアの、サイズラージ50/50ですね。リンガーティー、はい、マリーンで、US マリーンのマークですね。白ボディ、状態非常にいいです。赤のラバープリントになります。はい、後ろも無地ですね。状態いいです。こちら5800円に消費税ですね。続いてこちらボイスカートですね。はい、前染み込みで1964、はい、ボーイスカウトのメンズのラージです。はい、白ボディラージ、僕はねちょうどいいサイズです。はい、まあ、後ろの字ですね、まあ、小さいのが多いですがね、こちらメンズラージです。はい、こちら6800円に消費税ですね。続いて、はい、ラッセルサウザン、これ古いですね。サイズミディアムボディ、グレーで、ちょっとねあの先ほどのダメージ系です。ちょっとねこの辺脇とかもダメージきてますが、はい、ここにも小穴が、はい、ただねグレーボディ、あのラバープリント、ひび割れラバーですね。これもねちょっとね重ねて着てもらうとかっこいいと思います。はい、これ古いボディでね、まあこういうダメージ系も雰囲気抜群にいいです。はい、こちら5800円に消費税ですね。 5% です。はい、続いてスヌーピーですね。アーテックスのミディアム、はい、白ベースに青ラインですね。こちらスキー、はい、スヌーピーです。ちょっとねあの若干汚れ等はあるんですが、はい、もうもちろん洗濯はしてます。ミディアムちょっとサイズは小さめなんですが、はい、後ろもまあ女性とかね可愛いですね。スヌーピー定番です。はい、こちら5800円に消費税ですね。はい、続いてバナリパですね。サイズスモールサイズ、はい、シンプルにバナリパ文字だけですね。はい、白ボディ、スモールサイズなんで、まあでもちょっと大きめのスモールですね。自分は少し小さいですが、はい、後ろ無地です。まあ、シンプルで文字だけっていうのもねいいと思います。はい、こちら5800円に消費税ですね。はい、続いてナイキオレンジタブですね。オレンジスウォッシュ SM です。サイズ、はい、若干細めです。2トン、あと白、3トンですね。グレー、黒、白、ここにねちょっと実はスウォッシュが、白いスウォッシュがあったんでしょうけど、ちょっと剥がれてます。スモールサイズちょっと小さいんですが、 V ネック、はい、まあ、可愛いですね。はい、オレンジスウォッシュ、こちらで5800円に消費税ですね。はい、続いてリバーシブルティー、はい、こちらちょっとタグがね下のタグ取れちゃってるんですが、おそらくラッセルじゃないかなと思います。はい、グレーボディで裏が赤です。はい、でこちら面白いんですが、ここから全部1枚袖一緒になってます。ここでね切り返しが入るんですが、普通ねこういう風にステッチ入るんですが、
ここ全部生地が一緒になってるというね、ちょっと面白い形です。おそらくサイズねミディアムぐらいだと思います。はい、後ろ無地で赤のラバー3段ですね。はい、こちら5800円に消費です。5パーです。はい、続いて映画 T シャツですね。はい、ザ・オーメン、これはもうあの有名な、はい、まあちょっと怖い映画ですね。ちょっと666とかも入っちゃってます。はい、ボディがいいですね。これスプルースボディ、はい、サイズラージです。100マコットラージです。ラージですけどちょっとね小さめです。はい、自分がこのぐらいのサイズになります。少しね焼けがあったりするんですが、もう雰囲気はね抜群ですね。はい、ザ・オーメン、こちら25,800円に消費です。25%。はい、いいですね、かっこいいですね。はい、続いてですね、まあジョーダンと一緒にいたのスパイク・リー、はい、まあ、あのこちら映画監督やってるんですが、はい、まあこのザ・スパイク・リーですね、後ろ、はい、Do the Right Thing とかいう映画ですね。はい、こちらの、モーキーかサイズがですねエクストララージになります。はい、これはね相当レアらしいです。はい、ちょっとねアンドベルベジーの方で取り扱ってるんですが、はい、サイズエクストラージなのでちょっとゆったりめです。はい、これいいですね、プリントも。はい、このフォト T シャツ、こちらで29,800円に消費です。29%です。レアですね。はい、半袖シャツ1枚なんですが、ラルフローレン、サイズスモールサイズ、ネイビーのシアサッカーですね。はい、スモールサイズ、まあここにラルフの刺繍あります。まあコンボディにねこの刺繍なんでね目立たないです。スモールサイズちょっと僕はねちっちゃめなんですが、はい、状態いいですね。結構僕のこのシアサッカー好きです。はい、こちら5,800円に消費税ですね。はい、続いてワークシャツです。ビッグマック、はい、60年代あたりでしょうかね、こうグリーンのコットンで、こちらワッペンついて、こっちはワッペンね取れてます。だからこう取れてる雰囲気もいいんですが、おそらくサイズがね、15ぐらいでしょうか。はい、こちらねちょっとね後ろねリメイクされてます。こっからね少しね両サイドこう詰めてますね。まあ、ウエスタンシャツとかねたまにあるんですが、こう後ろキュッとこう詰めてます。まあ、ワークシャツねボンとストレートなのをちょっとウエスタンっぽくしてますね。はい、まあ、ただねこうグリーンの雰囲気いいです。はい、マチ付きですし、はい、こちらビッグマックのワークシャツで6,800円に消費税ですね。 6% です。はい、続いてボーイスカウトのこちら古いですね、こちら40とかですね。はい、ボーイスカウトタグ、これもね小さいのが多いんですが、これサイズがこれもね多分14ハーフぐらいあると思います。はい、僕はちょっとちっちゃいんですが、はい、グリーンベース、このねでかいボタンが特徴的ですね。古いボーイスカウトで襟もダブルステッチの襟ですね。はい、状態いいです。非常にもちろんマチ付きです。ボーイスカウトこちら同じく6,800円に消費税ですね。はい、続いてパタゴニアのシャツです。はい、パタゴニア、サイズタグがですねちょっとこちらメンズの M です。はい、M サイズ多分僕がジャストサイズですね。ちょっとこのシャツをチェックっぽいのがね雰囲気いいと思います。そんなにね厚い生地じゃないので薄手のコットンで、はい、チェック非常に綺麗ですね。はい、まあこれから秋口使いやすいんじゃないでしょうか。はい、こちら5,800円に消費税ですね。はい、続いてこれね古いボタンダウンのチェックシャツです。ちょっとねタグがね切れてしまってるんですが、はい、ボタンダウンのマチ付きですね。はい、まあ、ちょっと黒も入ってたりとか綺麗なチェックです。あのタグだけ欠損してますがね、あの本当ワンウォッシュぐらいの程度です。状態非常にいいですね。サイズがね15ぐらいだと思います。僕がちょうどいいサイズです。こういうねマチ付きチェックシャツ僕も好きなんですが、ボタンダウンの、
はい、なかなかこういう綺麗なねチェックとこれ綺麗な程度ないですね。はい、オールドのこちらボタンダウンで7800円に消費税ですね。はい、続いて僕も大好きなんですけどブルックスブラザーズですね。はい、サイズが16ハーフ。はい、僕もねオックスフォードのシャツとか結構ブルックスのシャツ持ってます。16ハーフちょっとゆったりします。大きめです。はい、綺麗なチェックですね、コットンの。はい、ちょっとこう赤でもピンクっぽくなって、はい、合わせやすいと思います。少しちょっとオールドのね USA 製のブルックスブラザーズ、はい、こちら5800円に消費税ですね。 5% です。はい、続いてこちらもオールドの白シャツですね。はい、マンハッタンサイズが15ですね。白シャツの、はい、オールドです。これマチがついてるタイプじゃないんですがちょっとこう薄手のねシャツですね。はい、15なので僕はねちょっと小さめです。はい、状態非常にいいですね。まあ、白 T 着てさらっと羽織るの一番いいと思います。はい、デニムも、ね、相性いいと思うのでこちら6800円に消費税ですね。続いて半袖スウェットになります。はい、ちょっとね焼けがあるんですが、はい、ボディーラージですね。はい、エンジボディちょっとね肩あたり焼けがあるんですが珍しくね肩にフロッキープリント13。はい、後ろもね、まあ、ちょっと焼けがあります。ラージこれちょっと僕はね少し小さめですね。はい、これでも雰囲気いいです。非常にエンジンの焼けたやつとかねネイビーの焼けたやつやっぱかっこいいですね。はい、この肩13こちらで6800円に消費税ですね。はい、続いてファンソレスウェットの白ボディこちらラージで50-50です。黄色ボディ前にね染み込みのステンシルと後ろ、はい、これは海に潜ってるんですかね。はい、真っ黒のラバープリントです。はい、サイズラージ僕がちょっとね小さめですかね。はい、こちら半袖セットで5800円に消費税ですね。はい、続いてナイキです。 90s のラージタグですね。はい、ハーフジップ、はい、こちらねこういった刺繍入ってます。ナイキのマークと、カラーリングもね可愛いですね。スリートーンネイビー黄色水色、はい、ラージなんでも自分はねちょうどいいサイズです。はい、後ろは無地で、はい、カラーリング非常に可愛いですね。 90s っぽいです。こちら6800円に消費税ですね。はい、続いてこちらチャンピオントリコですね。エクストララージ、はい、90% コットン 8%、うん、ほぼ 100% みたいな、はい、グレーボディでこちらにあのリバーシブじゃないタイプです。前がこうフロッキーの黒ですね。はい、エクストララージは自分もね着れます。はい、このサイズ感です。グレー、まあ、状態いいと思いますね。はい、こちら7800円に消費税ですね。はい、続いてこちらもねヘインズの、はい、ミディアムサイズ50-50ですね。こちらも、はい、でもネイビーボディで黄色いいですね。ステンシルネイビープリントかっこいいと思います。はい、ちょサイズはねもう若干小さめですがもう全体的に雰囲気色雰囲気出てますね。はい、こちら6800円に処理税ですね。続いて無地のビンスウェイです。はい、こちらタグがちょっと取れてしまってます。はい、ただ長リブの白ボディ、こちら多分ラージサイズぐらいですね。自分がジャストサイズです。はい、まあ、ちょっとねゆったり着れるサイズ感の人だったらいいと思います。この長リブ白逆にね無地これぐらい綺麗なのもなかなかね最近少ないです。リブの状態も非常にいいですね。まあ、大きめ使えると思います。こちら7800円に消費税ですね。続いて無地のネイビーですね。こちらもサイズとかタグ取れちゃってますが無地こちらリブはねそんな長くないタイプですね。はい、少しねポツポツダメージもあるんですが
このサイズ大きいですね。この XL ぐらいあると思います、はい、このサイズ感でちょっとダボっと着るとね可愛いですね、はい、背中に少しだけね汚れあるんですが、まあ、まあ雰囲気がいいと思います。 XL ですねこちら、はい、こちらも7800円に消費税ですね。はい、続いてジョッキーですね。サイズミディアムです、はい、100% コットン赤、はい、これもリブね長めでいいですね。60年代ぐらいでしょうか。ミディアムでもねそこまで小さくないです、はい、自分はちょっとちっちゃいですけれども、はい、赤ボディ、このね赤がちょっと色あせてくるとかっこいい赤になると思います、はい、このぐらいから結構ねガンガン着てもらってもいいと思います、はい、ジョッキーの無地、こちらを7800円に消費ですね。無地のピンセもいいですね、はい、こちら、はい、ベルバシーンのサイズ表記がミディアムですかね、下にちっちゃく、はい、白ボディでフロッキーの赤です、はい、少しだけシミもあるぐらいですかね。でも全然60年代ボディですかね。ミディアムでもプリントもいいですね、赤のフロッキー、はい、状態いいです。はい、フロッキーこちら9800円に消費税ですね、はい、続いて水色、こちらボディタグが取れちゃってます、はい、でもこれもねラージはあると思いますね、はい、ラバープリントで2段、まあもうここひび割れのね雰囲気出てます。水色のラージぐらいですかね、はい、サイズがこのぐらいです、はい、後ろも状態いいです。これもプリントがいいですね、はい、プロパティオムっていう、はい、こちら同じく9800円に消費税ですね続いてフルジップパーカーですね、はい、こちら、ちょっと50-50の素材です。裏がねでもサーマルタイプです、はい、これ結構ね薄手です。実を言うとサーマル付きで分厚いイメージなんですけど、こう表面がねちょっと T シャツのような素材です。はい、60年代ぐらいでしょうかね、こちらも、はい、サイズが、おそらくラージぐらいですかね、ラージ縮みだと思います、はい、これ軽く羽織るのにはねすごく使えます。ちょっとここ小穴が開いてますけど、はい、うん、このグリーンもまた色あせ感いいですね、雰囲気、はい、こちら6800円に消費税ですね。はい、続いてヴィンテージスウェットのパーカーです、無地、こちらもねタグサイズ取れてしまってるんですが、はい、フード、この金具もね古い金具ですね、60年代ぐらいでしょうか。 100% コットン、横幅は広いのでサイズこれもラージぐらいあると思います、はい、なんかグレーというねちょっとこう白に近い方だと思いますね、はい、こちら7800円に消費税ですね。はい、続いてこの雰囲気ですね、はい、ベルバシーン、サイズが取れてしまってますが、あーラージかな、結構大きめです、エクストラージあるかもしれません、はい、フードちょっとねこの日に焼けた雰囲気もいいですね。これね自分着れるサイズです。ヴィンテージスウェットのパーカーで XL とかってなかなか出ないのと、意外と無地が多いんですが、このねフードでねプリント付きってなかなかね少ないです、はい、これひび割れプリント非常にいいですね。バランスもポケットのこのパイピングのところだけ紺色とかね、これもかっこいいですね。これ僕も着れるサイズなんで結構でかいです、はい、このぐらい色あせ感非常にいいんじゃないでしょうか。こちら12,800円に消費ですね、1ニッパー。はい、続いてパンツです、はい、ミリタリーですね、はい、ベーカー古いです。13スターの方のベーカーですね。はい、もちろん 100% コットンですが、サイズがね、実寸で3431、はい、ちょっと自分はね腰履きになります。やっぱね60年代の方のベーカーと違いますね、ちょっと色合いが違います、この風合い、はい、まあ、色の雰囲気もねいい感じに出てます。後ろのねボタンもやっぱこの13スターもねちょっと雰囲気違いますよね、はい、こちら9800円に消費税ですね。続いて鉄板のチロです、
はい、でこちらアーミーチノサイズが3431、はい、トラウザー71年です、はい、でこちらねちょっと裾をね上げられてるので、え実寸が33ニッパチです、はい、ニッパチですけど、まあ、裾ね地の内側に折られてるので、え自分であのレングス合わせてもらってもいいと思います、まあ、このまま腰でね履いても可愛いですね。状態非常にいいです。こちら6800円に消費税ですね。はい、続いてブラックジーンズです。501USSA、はい、全体的に、ね、色落ちてて雰囲気いいんですが、まあ、ちょっと膝にね若干シミがあります。出来上がった雰囲気でって言いましょうか、はい、パッチサイズが読めないんですが実寸で3131、はい、後ろもね雰囲気いいですね。このぐらいグレーになってるのもねかっこいいです。ブラックジーンズ USSA でこちら6800円に消費税です。はい、続いて501の USSA ですね、はい、後ろ、はい、パッチ表記が3332、今の実寸が3230、ちょっとねレングスは当時上げてるんでしょうかね。でもこれもね当たりも綺麗に出てて、はい、まあ、夏仕様ですね。少しねまたの部分少しだけリペアしてます、まあ、全然でも分かんないですねほとんど、はい、雰囲気 USSA の501こちら7800円に消費税ですね。続いても501の USSA ですね、はい、パッチサイズが3230、はい、これも全体的に状態は非常にいいです。当たりも綺麗に出始めてます。3230、僕は今で多分ジャストサイズだと思います、はい、こちらも7800円に消費税ですね。うちは501と505 USSA の鉄板ですね。こちら、はい、505の USSA ですね。これもいいですね。ちょっとひげがうっすら出てます。少しねここに今シミがありますがほとんど分かんないです。シルエット良さそうですね。こちらパッチ表記がギリギリ読めます。3430かな、はい、実数もね3430です。505赤タブですね、はい、後ろもなんか雰囲気いいですね。色落ちした505USSA です。こちらも7800円に消費税ですね。 7% です。はい、一本だけいきなりいい色ですね、はい、こちら501ビッグイー、はい、赤タブがちょっとボロッときてますがビッグイーですね、はい、まあ、当然ウエストボタン6ですね、はい、実寸3630です。おそらくパッチ表記は3832かな、はい、もうね耳のあたり綺麗に出てます、はい、で特に大きいダメージもねなくて、うっすらひげも出てます、はい、裾もねオリジナルですね。ちょっとリペアは入ってますが、はい、ちょっとかかとね少し削れてますが、はい、もうオリジナルです。チェーンは、はい、こちらビッグイン3630で49,800円に消費税です。49%です。はい、こちらもねうちの定番です。はい、スヌーピー、はい、クッションデッドストックで綿なしのデッドストックです。はい、なんかねこのまま額に入れて飾ったりとかかわいいですね。はい、こちら7800円に消費税です。 7% です。はい、そしてこちらこれ実は僕も持ってるんですね。リーバイスのズタ袋って言っていいのかな、はい、デニムバッグですね。これでかいんですね、はい、ちなみに人が入ります、はい、うちのスタッフ1人、入れてみました。入りました、はい、あのリーバイスオレンジのパッチです、はい、で赤タブびっくりですね、はい、まあ、ちょっとね下ちょっとダメージは来てます。でこのねでかいポケットいいですね、はい、これ部屋にねディスプレイで飾っても可愛いと思いますし、後ろもねちょっと小穴がありますが、はい、まあリペアしなくてもねなんかこのまま使えるんじゃないですかね、はい、なんか僕も同じサイズのやつ持ってます、はい、
ただこうディスプレイで使ってますが、はい、この紐も実はねオリジナルです、はい。まあ、このギュッと縛ってもらって、まあなんかこう使ってもいいかと思います。はい、このでかいバッグリーバイスもびっくりです。こちら25,800円に消費税25%ですね。はい、これなかなか出ないと思います。本日の、ご紹介は以上になります。ベルベジの方で買い取りと委託販売を行っております。お店の方にお問い合わせいただければ、私が対応いたしますので、そちらの方もよろしくお願いします。